できないんですけどね。あ、それじゃあ、忘れないうちに、痔の手術のお話を。この間、遠因の、ハピバッチやっていただいたでしょう。それがですね、娘さん見せていただいて、遠因切開した時の腰痛の感じがですね、こうやったり、こうやったりするとですね、これで痛いんですよ。で、こう言われるんですよね。で、これが、こう、正中線上というか、腰のこう真ん中から背中の方にかけて、こう痛みがあって、でも、この腰をこうやって曲げる、これがいけないって言われるんですよ。そう、深くこうやって曲げたらどうのとか、まあそこまで曲がらないんですけどね。こう痛いんですよね。こう、これ、あ、痛たって、こう、そんな話なんですよ。で、この患者さんはですね、佐賀県からお見えになったんですよ。で、佐賀県からお見えになって、もう腰痛でとかいうのはもう3、4回見たことある方ですから、で、こう立っていただいてですね、じゃあ腰曲げてくださいって言ったらですね、もうこのぐらいしか曲がらないです。じゃあ後ろはって言ったら腰に手を置いてこのままなんですよ。もう全然、じゃあ横はって言ったらですね、横はいいですね。いいですね。で、回転はって言ったら回転もこうできるんですね。でも悪くしたのは、ダンベル持って体操してたそうなんです。で、ダンベル持って体操しててですね、こうダンベル持ってこう体操するだけだと、負荷が少ないからってこう足をつけるようにしたと。で、その途端にそのぎっくり腰になって、もう前にも上後ろにも動けない状態になったんですね。で、とにかくこうやったり、こう前後ろがとにかくいけないということ。でも考えたらですね、ダンベル持ってこう足上げるようなことやったんだから、僕はひねりが悪いだろうと思ってたんですね。ひねりが悪いんだったら、おそらく足の親指かなんかだろうなと。もうちょっとこう回転性の動き、痛みっていうのは親指で F2 が結構関係することがあるんですね。あ、だろうと思って、てっきり、ああ、じゃあ回転は？いや、回転はできますって言われたからですね、あれ？ ちょっと待ってよ。話違うなと思ったんですけど。で、その時に前後ろがいけないっていう時のその姿を見た時に、娘さんのあれを、がそっくりだったんですよ。あの体の動き。もうその、こうやって、こうやって、お尻をこう出すような、これがもうダメと。後ろ、こう反れないんですっていうのがですね。で、もしかしたらと思って、その、カルテ書いてもらってる、去年か一昨年初めておいでになってる、ずーっとこう書いてあるんで、こう見て、手術はありますかって、いや、お腹の手術はないですって、こう、痔って書いてあると、これ、痔は？あ、痔は手術をしました。言われたんですね。で、痔の手術もですね、痔というか肛門を広げるような手術だって言うんですよ。聞いたことないんですよね。肛門し広げてどうするんだと思うんですけど、で、後で別の医者に行ったらですね、いや、そんな手術はないよとか言われて、まあまあ、痔の手術をされたんでしょうね。で、自分でそのお尻の痛いところはどこですか、手術をしたところどこですかって聞いたんですけど、お年が67歳の方で40歳の頃やってますから、20何年前の手術で覚えてないんですよ。で、触ってみてくれと。で、その場でですね、もう男同士ですから、で、こうやってこう触ったら、あ、ここかなーっていうところがあったんですね。で、肛門とこのお尻のこの骨があるでしょ。このちょうど間のところに、なんかこうしこりが、ハンコになって残ってるそうなんですね。で、これじゃないかなと思いますっていうんですね。ああ、じゃちょっといろいろ治療する前に、その痔の手術からやってみようかと。ああ、そんな話になりまして、ハペパッチをですね、これを、1枚、チョキッとハサミで切って、これ1枚あげますから、トイレに行って、お尻のその手術をしたと思われるようなところをよく探してね、これペタッと貼ってみてもらえませんかって言って、トイレ行かれたわけですね。で、2、3分して出てこられました。で、私も治療室も、どうですかって言ったらですね、どうですかもうないんですよ。もう治療室戻ってきた途端に、いいような気がしますって言うんですね。ちょっと待って、それ早すぎると。もうちょっと時間ください。で、僕がそこにいて、このハペパッチの説明をすると、先入観入れてしまうでしょ。だから、あ、患者さん、そこいてください。で、僕はね、ここ席外しますから、3分間か5分ぐらい席外すから、その間ね、まあ腰こう動かすなり、体を動かすなりしてもいいですから、まあちょっとね、治療効果がそれ、時間あった方がいいと思うから、まあ、そこいてくださいっつって、僕はもう事務所の方にパッとこう、まあ、逃げたんですよ。なんでいいのかとか聞かれるとまずいからですね。で、大塚とちょっと話して、まあいいかなと思って戻ってきたんですね。で、治療したのは、
その肛門の上の痔の手術にこれ1枚貼っただけ。それでよっしゃと、でまず立ち上がってから、こうスッとこう立ち上がるわけですね。いやいいですって言われるんですね。で、前屈はというとですね、こうやって最初こうじわ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 とこうやって、大丈夫そうですね、こっちこう大丈夫そうだって言うんですね。でハペパッチの治療効果はですね、私の感じじゃそういう痛みのところでこれ貼った時はですね、少し時間かかるような気がするんですね。で5分10分置いてた方がだん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 良くなるような気がするから、あの他の治療を全くせずに、普通だったらこの後もうすぐ100円のシラッカなんかやったらいいわけですよね。でもそれせずにじーっと待ってたんです。結局10分ぐらい待ってます。じーっと。もうね、やりたくてしょうがないんですよ、こっちは。ちょ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 出したら、もうどんだけかなと思うんですけどね、もうなります。どうです?で、どん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 前屈が良くなっていく。どん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 腰が曲がってね、最終的にはですね、もう腰がここまでこう曲がるようになったんですよ。たった10分間。これ貼っただけなんですよ。でもう私もですね、もう目からコンタクトが落ちるようにですね、いや、やっぱこれはね、その女性だったら遠因切開で、もうほとんど位置は近いところですから、あ、こういうことなんだなと。でこの前後でこの体の真ん中というのはどうもその遠因部か、もう一つ言ったら肛門で、僕はね、肛門のその痛みとか痔の手術というときはもう迷わず100円をやったんですね。まあ、それは今までにもう鉛筆芯しかなかったから、こんな針みたいなのをお尻に刺すとかですね、まあ、女性の縁に刺してくれってか貼ってくれとても言えなかったんですけど、このハペパッチだったら全く患者さんにこう剥いで見せて触ってください、ね、柔らかいでしょ、これだったら貼れますよねって、あ、これなら大丈夫って言って貼るようになったから、間違いなくその肛門のね、痔の手術が原因だの腰痛だったっていうのが患者さんに分かったんですね。で最終的にはですね、もうほぼ半分以上がそのハペパッチ1枚で治ってしまったんですよ。であとはですね、少し内臓の方の痛みは、それが全部取れるとですね、今度は肝臓とか腎臓で悪いねっていうのが分かったんですね。半分は肛門の痔の手術の腰痛、あとの半分はそれ以外の内臓の、肝臓と腎臓のそっちの腰痛だったっていうのが分かった。で最後いよいよこの腰の筋肉痛っていうのはもう1割前後でした。最後に100円ちょんちょんって言ったら、あ、本当に楽になりましたって言って、それで終わりです。あの最後はこうやるんじゃなくて、あのベッドに寝てですね、起き上がるのが起き上がれなかったんですけど、それが100円の試薬をして、もう一回寝てくださいって言ったら、すっと起きれるようになったんですね。で帰りにですね、患者さんがこう靴下をこう履いてて、先生これができるって言って、ね、まあ腰が痛くてこう靴下は履けなかったんですね。それが立ったままピュッと履けたからですね、うお、これはいいってお帰りになった。もう肛門の、痛み、痔の痛みですね、これじゃ皆さんもハペパッチやってみてください。